はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は裏技をやっていきたいと思います。何の裏技かというと、オーシュットの消しかけるがむちゃくちゃ強くなる裏技ですね。これをやってしまうとちょっとゲームバランスが崩れるかと思いますので、使う方は計画的にお願いします。では早速戦いながら説明していきますね。それではカニスディルスで試してみましょう。ボスモンスターを消しかける場合ってブーストマックスにしないと使うことができないですよね。で、カリウドの技のみんなで消しかける、これものすごく強いんだけども、ボスモンスターは選ぶことができません。選べればすごく強いんだけどね。でこの裏技選べます。ボスモンスターを6回召喚することができるんですよ。この裏技は本当にヤバくって、ゲームバランスが崩壊します。なのでまあ計画的に使ってください。どうしても勝てないやつとか、そういうやつに使うのはありだと思いますけどね。まあネタとして一度やってみるのはいいかと思います。ではやり方の説明からいきます。まずオーシュットの BP をマックスまでブーストしてください。そしてカリュードの技のみんなで消しかけるを選択して、この画面まで来ます。そしたらば底力をオンにします。底力オン。そしたらば獣の力、ここに行きますよね。ここに来ましたらば底力を解除です。解除してください。ならばこの画面に戻りますよね。そしたら魔物の消しかけるです。そしたらばね、この画面に行くんだけども、何回使えるかっていうのは表示されません。ですけども、6回使うことができます。まあ海坊主を2回、カニスディルスを4回にしましょうか。ならば海坊主で、シールドを12回削って、カニスディルスで何回攻撃する ?16 回か攻撃します。ではいきます。こんな感じですね。ダメージはね、若干低いっぽいんですよね。うん、なぜかちょっとダメージは低く出るんだけども、確実に、シールドを削れます。うん、まあボスによっては、夢くらいを6回使うと12回物理と魔法が無効化される。うん、とんでもなくやばい技なんですよね。じゃあもう一回ちょっと、やってみましょうか。これを使うには BP、マックスプラス、底力も必要になりますので、それをできるようにしておいてください。ちょっと防御していきますね。防御、一番後ろか。はい、ではもう一度いきますね。ブーストをマックスにします。で下流度の技のみんなで消しかけるを選択で、この画面になったらば底力をオンで、獣の力を選べるようになったら底力をオフで、魔物の消しかけるですね。で表示はないんですけども、これで6回使うことができます。あ、だいたいボスモンスターって一戦に一回しか使えないじゃないですか。使ったら消えるんですけども、消えません。何度でも使うことができます。まあサメを2回と、夢くらいを2回、カニスビルスを2回でいきましょう。サメで次夢くらい、もう一丁夢くらいで、最後にカニスビルスが2回、もう一丁。はい、
こんな感じです。もうとにかくやばいですね。うん、まあ、やり方は結構簡単なので、まあ一度試してみてください。使うかどうかはね、それから決めればいいんではないでしょうか。はい、まあ多分修正はされると思います。うん、とんでもなくやばいので、はい、ということでやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。